はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕貴です。今日は前回内外装と使い勝手をお届けしてまいりました C40 リチャージのこちらの試乗をお届けしてまいりたいと思います。ボルボから初めてのピュアバッテリー EV モデルということでですね、私も走りすごく楽しみにしてまいりました。すでにですね、ボルボは全ラインナップ電動化っていう目標を達成してるんですけれども、意外にもバッテリー EV は初めてということでですね、その辺の実力をちょっとねお手並み拝見という感じでしょうか。皆さんもぜひ最後までご覧ください。それではチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで早速試乗してみたいと思います。ワクワク。そうどこだ、オンはスターターボタンはどこだじゃなくて、もう乗ったらキー持って乗って座ったらもうオンになるんです。というわけでもうドライブにいきなり入れて進み始めちゃいます。さあ、というわけでですね、ボルボにとって初めてのバッテリー EV となります C40、 早速ね試乗してみたいと思います。いや軽やかだわ。今ですね、試乗会場のベースとなるホテルからですね一般道に出てきました。めっちゃ効く。あ、時速0キロまで停止するんですね。はい、というわけでですね、プロフィールからおさらいしていきたいんですけれども、このですね C40 は、他のボルボの40シリーズと同じですね。だからすでに出ている XC40 と、CMA というプラットフォームを共用しているモデルとなります。ちなみにですね XC40 というか、ボルボの車ね、他の車もたくさん私の動画ではご紹介を結構分厚くさせていただいていると思うんですけれども、このですね XC40 の CMA プラットフォームと XC60 それから XC90 の中から大型プラットフォームはプラットフォームが違うんですよね。で、このプラットフォーム CMA というのはですね XC40 の、40ってつくシリーズのために開発された小型のプラットフォームなんですけれども、これがですね、XC40 ができた時からもう EV化を見越して設計をされていたプラットフォームとなります。ですから、やっと出てきたかなっていう感じがするんですけれども、ご存知の通りボルボは結構早い段階からこの電動化っていうことをですね、見越して設計をしておりまして、今ボルボはですね実は全ラインナップが電動化をしてるんです。だからボルボの車の中でですね ICE と呼ばれている内燃機関のモデルはもう存在してないんですよね。結構早い段階から電動化を推し進めてきた割にですね、バッテリー EV に着手するのは結構時間がかかっていて、今やっと、その第1弾となるバッテリー EV C40 が出てきたという感じになっております。というわけで、その XC40 ベースの車両なので、サイズも大体同じぐらいと思っていただいたらいいんですけれども、クーペなので、ちょっとこうルーフが寝ていてすごくおしゃれなボディになっているというところも、都会で乗るバッテリー EV という意味ではすごく、コンセプトにも合っているかなという感じがしています。2つのモーターを持っているモデルとなっています。なので、エンブレムのところにツインというね、字が書かれてましたけれども、昔もねツインターボですよっていうね、ツインっていう文字がありましたけれども、今回はそれがですねモーターになりましたという形になっております。さて、この前後のモーターなんですけれども、それぞれですね 204PS を発揮しまして、そして 330Nm を発揮するものが前後に搭載をされております。ですから、システム総合でいうと 408PS の 660Nm というのがその初限になるんですけれども、立派ですよね。 660Nm ですから、飛び出るような加速が楽しめるかなと思いきや、今すでに高速道路に入ってきましたけれども、現在ですね私横浜のみなとみらいから横羽線に乗ってですね、少し都内の方に向かってドライブをしております。というわけで、横羽線なので結構路面も荒れてますし、それから結構ハンドリングもね多い結構タイトなコーナーを持つ高速道路なんですけれども、そんな道でもめちゃくちゃ滑らかです。トルクの出方がすっごい滑らか。私ねボルボってディーゼルエンジン作ってた頃とか、その前からですね結構優しい内外装のイメージと裏腹に割と攻めたトルク持ってるなっていう印象がある車作りをするメーカーなんですけれども、国民性なのかな、エンジニアが好きなのかな、意外とねなんか攻めたトルクを持たせるっていうね、そんな印象がある自動車メーカーではあるんですけれども、この C40 に関してはすごくトルクの出方を優しく作っているっていう正直な印象を今持っています。すん
ごい優しい感じで、660ニュートンメーターっていうトルクをあまりそのなんていうんですかね、機敏な面で感じさせないというか、あの余剰のトルクとして置いてあるみたいな感じで、めちゃくちゃ扱いやすいです。まあ、ちなみにですね、この C40 というかボルボのバッテリー EV が、まあ、今後どうなるかわからないんですけれども、この C40 に関してはワンペダルドライブモードがついています。で、今そのワンペダルドライブモードで走っているんですけれども、まあ、例えばプレミアム SUV 勢はこの回生量をね、自分でコントロールできる、例えば EQC とか、それからまあ e-tron とかもそうでしたね、まあ、あのパドルシフトみたいな感じで操作できるっていう機能を持っているところ多いですけれども、ボルボはその回生量の調整とかいうスイッチを一切持っていないです。だから走行モードは2つあって、普通のコースティングモードというかね、普通の走行モードとこのワンペダルドライブモードしか持ってないんですよ。ワンペダルももう1段階、コースティングも1段階で、その設定はこの中にある歯車マークを押して、結構階層深く潜っていかないとその設定ができなくなってるんですね。だから乗った瞬間にもう設定してあるモードで走ってくださいと、手元でそのガチャ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 そのモードを変えて遊んでくださいみたいな感じの車の作り方をしていないっていうところが、まあ私結構面白いポイントかなって思いました。まあ、今ボルボはですね、そのユーザーフレンドリーというか、誰にでも優しい、まあ、それもまあユニバーサルデザインのうちの一つなのかもしれないんですけれども、誰にでも使いやすい車であることみたいな優しさであったりとか、まあ、人との共存みたいなことをすごく考えて車作りをしているメーカーなんですけれども、その考え方がまあ端的に現れているのがこのワンペダルドライブモードなんだそうです。先ほども申し上げましたけれども、横羽線結構ね、あのコーナリングがタイトなところがある、結構ねあの道幅のナローな感じの、道路、高速道路ではあるんですけれども、この高速道路におきましてワンペダルドライブ結構効きます。グイーって今まさに左コーナーに入っていきますのでお見せしようかなと思うんですけど、伝わるかどうか分かんないけど、ここもアクセルを少し緩めただけでググッとこう回生ブレーキが効きますので、本当にワンペダルで強めの回生が感じられるみたいな感じだから、タイプ的に言うとトヨタ系のワンペダルドライブではなくて、日産系のワンペダルドライブとか BMW の i3 とかについてるようなワンペダルドライブかなっていう感じがしています。結構すごいよ、グーってわかります、グーって結構ね強く効く。多分ねこれはおそらくですけれども、リアのテールランプのブレーキランプついてると思います。それぐらいグーって効くような感じのイメージですね。はい、今ワンペダルドライブをオフにしました。走行中でも操作できました。これ慣れてないとちょっとこう深い層の深いところにあるので気をつけていただきたいんですけれども、慣れればもうすぐにピピッと操作できます。なぜならばあのこのボルボのですね、このメインディスプレイ、ここはですね実は赤外線方式になっていて、まあ、これを寒い北欧なんかでね、グローブをはめたまま操作をできるようにということで、まあ、よくある静電式ではなくて赤外線方式を取ってますので、軽く触れただけで操作できるんですね。ただ大した視線移動もなく、 もちろん脇見運転になるようなこう注視もなくですね、パパッと操作できるっていうのがこのインターフェースの良さでもあるんですけれども、まあ、そんな感じでピピッとこう操作ができてしまいます。で、今そのコースティングモードにしましたけれども、こうしたらもう普通の車と一緒です。普通に超ナチュラルに運転できるって感じ。スル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 で、今ちょっとアクセルを完全にオフにしましたけれども、それでもスルスルスルと前に進んでいくと、まあ、いわゆるクリープありのちょっとこう、まあ、タラタラと流し系のね走行ができるという感じの走行です。まあ、こうなると本当すんごいナチュラル、すんごいナチュラルにごく普通の車としてまあ走行できるかなという感じですね。はい、そしてやはりあのすごく今感動しているのが、これだけのバッテリー重量がありながらもですね、めちゃめちゃ継ぎ目と足が滑らかなことに感動しております。私ボルボだからもうちょっと固めの感じの足にしてるかなって思ったんですよね。タイヤも20インチ履いてますし、この辺がまあボルボって意外とその走行が、まあ、あのエンジンのトルクの話もしましたけれども、エンジン自体も割とトルキーな感じで作ってましたし、まあ、他のですねバッテリー EV 以外のものですね、マイルドハイブリッドとかプラグインハイブリッドも割と元気な感じの味付けをつけるような感じのパワートレインを持ってましたので、走行感っていうかね走行フィールを持ってましたので、これももしかしたらと思ってたんですけれども、そしてそれにねそぐうような結構ねシャキシャキした足の感じを持って
ってたので、まあ、もしかしたら硬いかなと思ってたんですけど、全然柔らかい、めちゃめちゃ滑らかです。このね、あの横羽線って、まあ、橋脚になっているので、ずっと継ぎ目があるんですよ。ずっとこうトン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 と継ぎ目を越えていかなければいけないっていうものではあるんですけれども、それがね、なんて言うんですかね、ゆっくりの速度で行くとゴクッとちゃんと乗り越えて、でトン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 って結構ね、入力が連続するようなところでも割としっかりとその収束をいなすというかね、そういうところが感じられます。まあ、これは本当にね、強度の問題かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、実は CMA プラットフォームというお話をしましたけれども、プラットフォームは同じなんですが、実はですね、強度、クラッシュのための強度をやっぱり考え直さなければいけなくて、エンジンがないので、その強度部品っていうのをですね、一から作り直したというぐらいですね、設計の見直しがされてるんですよね。設計の見直しによって床下にあるバッテリーを守るという目的もありますし、それからまあ前からのクラッシュに耐えるっていうことを設計したということもありますし、これのおかげでですね、 XC40 よりも強い強度を持つことに成功したっていうふうに説明がありました。まあ、イコールですね、私はこれは合成にも効いているのじゃないかと思っていて、ですからこんなにまあ重いパッケージでありながらですね、非常にその下からの入力に対してフレームがしっかりしているというかね、なんかもう本当にいわゆる合成感が高い車の仕上がりになっているなというのを感じております。だから結構ね、派手な入力がずっとパン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 続いても上物が揺れないんですよ、全然。で、まあ、あんな大きいねタイヤ、まあまあ他のエクストラロードというか、まあ、薄いタイプのタイヤに比べたら、まあ、ボルボにしたらちょっと分厚めのタイヤを履いてるかなっていうイメージはありますけれども、この重量を支えるのすごい大変かなって思うんですね。で、そういうところも加味してもすごく足がいい、すごく足がいい、2回言ったけど、ほらほら、今ずっとですね、入力が続いている、本当に 2,3 メーターおきにですね、パン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 って入力あるんですけれども、これをねすごくしっかり受け止めてる感があるんですよね。これは快適だな、楽しいな、気持ちいいです。そして、まあ、ある程度スピードに乗ってくると、このトルクの良さっていうのがすごく伝わってきます。なぜならばやっぱりね、これも電気自動車ならではなんですけれども、まあ、踏んだら踏んだところからトルクがズバッと出ますので、ギアを持ってる内燃機関ものであれば高いギアに入っていった時に、まあ、高いギアってやっぱりそれだけトルクが薄くなるというかね、トルク特性が変わってきますよね、ギアごとに。それがこの電気自動車は、まあ、ずっとこう、まあ、アクセルオンにすればそこからトルクが生まれるっていうもの、モーターのトルクが出ますので、ちょっとですね、こうコースティングをしていって、速度域が高くなってからもですね、加速の継ぎ目が生まれないというか、ずっとこう滑らかに加速し続けるんですね。だからね、めっちゃ気持ちいいんですよ、やっぱり。めちゃめちゃナチュラルというか、思ったところにトルクの欲しいところにトルクがこうついてきてくれるというかね、そういう感じもあって、いや本当にね、実は長距離流すのにも電気自動車って向いてるなっていう感じがしていて、ですごくそこがまあ快適な部分でもあってね、いいクルーザーというような、そんな感じの側面も持っているなというふうにも思っています。あー、今まさにすごい入力、めちゃくちゃバシバシで聞こえる入ってるんですけれども、この入力によっての共振がない、揺り返しが全くない、一つ一つ綺麗に収めていくので、ステアリングにビビリが全く出ないんですよ。だから下からどんどん入力があってもビタッとステアリングを決めたまんままっすぐ走れるっていうね、この安定感はあります。それからその重量の重さに対して操作の重さが、重ったるさがないんですよね。なのでモーターの、まあ、前後にモーターがあって、それからまあセンタートンネルとかこういうところにはですね、2段積みになってて、バッテリーセルが敷き詰められているんですけれども、ちゃんと重量配分がなされているということもありまして、全体的な重量よりも非常に操作は軽く感じます。まあ、もちろんですね、アシスト量っていうのも、電気のアシスト量っていうのもありまして、軽やかな操作感を備えているんですけれども、実はそうそれもそうなんだけど、これでハンドルを重くすることもできるんですよ。でそれもこのさっきのドライビングの画面でね、選べるんですけれども、ちょっとだから手応えのあるような重いハンドリングが好きな人は、まあ、重くすればいい、まあ、ただ私今軽めに設定してますけれども、
軽いのに一回慣れちゃうと重いの結構もうしんどいと思うので、みんな軽くていいんじゃないのっていうふうにも思います。で、軽いけど軽薄じゃないので、ここがポイント。しっかりとそのまっすぐ走るようなシーンでもですね、軽い方を選んでいてもちゃんと快適にですね、クルージングすることもできるっていうのもポイントかなと思います。だからそのボルボってその車作りという面では、例えばすごくピーキーだったりとか、例えばすごくそのトルクをつけたりとか、車としてはユニークな乗り味の車が多かったんですね。まあプラグインハイブリッドとかもそうなんですけれども、割とこうグイグイ踏ませるタイプの車が多かったというか、優しい見た目と優しい内装にそぐわず、割とチャレンジングな車作りをするというかね、そういうところがまあアンバランスな印象があったんですけれども、まあ、そして私はそれが決して嫌いではなかったんですけれども、この C40 ができたことによって少しそのイメージとリンクした北欧、それからボルボっていうそのライフスタイルを大切にするようなブランドにそぐう優しい乗り味を手に入れたっていうところに価値があるかなというふうにも思いました。ですから、まあ非常にトルクの出力も滑らかですし、またこの足の感じも優しい仕上がりになっているので、家族で乗るときに文句が出ない EV になっているかなと思います。例えば、まあ、欧州プレミアム税でいうと、こういうところが結構ね、電気自動車は過激な感じで、まあね、最初の電気自動車ってどうしても個性的に作りがちだと思うんですけれども、そういうところを重視して作ってくるメーカーが多い中で、まあ、あのボルボはその優しさっていうところにフォーカスして作ってきたかなっていう気がしていて、まあ、ここが本当にユニークな点かなと思いました。まあ、例えばカーボンニュートラルとか、まあ、CO2 排出を減らすとか、まあ、100% 電気自動車に持っていくみたいなアジェンダをボルボはかなり早い段階から提示していて、まあ、そこがまたですね、 SDGs 達成国上位の北欧ならではのこう自動車会社だなっていうふうに思うんですけれども、そこがまあ嫌味になりすぎずにしっかりとブランディングとして上手にやってきているなっていうところの強みっていうのがあると思ってて、まあちょっとこう説明が丸くどいですけれども、北欧ブランドを売るのが上手、一言で言うとそんな感じがしています。だからその北欧ブランドっていうことに恥じないって言ったらあれですけれども、北欧ブランドというイメージを大きく崩さないドライブフィールを C40 は持ってきたかなというところをすごく感じていて、まあ、あの運転っていう意味ではそういうところがこうすごくねユニークだなと思いました。また内外装使い勝手編でもお届けしましたけれども、例えばもうすでにこのレザーフリーですね、動物性素材を使っていないとか、それからマットに 100% リサイクル材を使っているとか、そういうところでですね、もうすでにその地球に優しく持続可能な開発をしている、またですね、そのバッテリーの開発に関してもですね、非人道的な開発を進める会社を排除するため、正しいサプライヤーとの関係性を作ったりとか、原料調達をするためにですね、もうすでにですねブロックチェーンまで構築しているっていうところが、そのボルボの面白さというかね、本気度を表しているというか、あのしっかりとこう向こう100年を見越して車作りをしているなっていうことも思わせて、まあ、こういうことがですねうまくプロダクトとこうリンクしており、またそこもですね興味深いブランドであり続けるというところでもあるなと思っているんですね。だからそのボルボが今後やっていくことに割と注視をしている環境系の車好きの人たちにとっては、やっぱこれとないまたとない選択肢になっていくのは間違いなくて、もうとてもクレバーな選択肢になっているなと思います。まあ、最近ねその電気自動車に対して、特にまあテスラとかはやり玉に上がりがちですけれども、まあ、その EV が全てエコなのか、 EV が全てカーボンニュートラルに結びついていくのか、こういうところをこう審議していくのに今その活発に議論がなされています。特にインフラの整備の面とか、それからまあ原発の問題ですね、こういうこうエネルギーをどうやって生み出していくのかっていうところにも現れてくるんですけれども、まあ、こういうところもですね、あの考えなければいけないところに来ているとは思うんですね。だけどボルボはそれをもうすでにあらゆるところから持続可能性っていうことを考えて車作りをできているっていうのが私も興味深い点でもあって、でこのプロダクト、電気自動車というプロダクトっていうことにそのアプローチする方法っていうのをすごくちゃんと考えているメーカーなんだなと、そしてそれをちゃんとアウトプットしているっていうことですね。ちゃんと発信し続けているっていうこともすごく勉強したいなと思わせてくれるポイントになっているかなというふうにも思っています。
まあ、スウェーデンという国の持つその地の利を生かした、先進的なというか、まあ、すごくその感度の高い開発がなされている車、その最新モデルはこうですよっていうのをこうちょっとまざまざと見せつけられているような感じがね今していますね私。あ、それからやるの忘れた。 OK グーグル、お腹空いたんだけど。それは大変、近くの飲食店をお探しできますよ。とかね、この Google のアシスタンスがついたっていうのもやっぱり商品力としてすごい素晴らしいところだと思います。なんかもう音声のそのもう本当にね MBUX とか、まあ、例えばトヨタのエージェントとか私すごく応援したいんですけれども、やっぱりこの Google の音声認識の曖昧検索の素晴らしさっていうのはちょっとと一つ飛び抜けてますよね。悔しいけど、まあ家でだから OK ググルっていうのと同じように使えるっていう、で会話の中にねこのキーワードが出ても起動しないとかね、こういうこう判断力の高さっていうのはやっぱりね Google には勝てなくて、そういうところはありますよね。うん、いやもう本当なんでこんな欲しくなるんだろうボルボの車。あ、商品力高いです。はい、というわけでこちら、本日はですねボルボの全く新しいバッテリー EV-C40 のリチャージ、こちらの一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。すごく使いやすいです。もうあのパッと乗ってですねすぐに使える利便性っていうのはですねやっぱりボルボの考えるそのシンプルな誰にでも使いやすいユーザーフレンドリーであるっていうところを実現しているなと思いました。まあ、それからですね、あの非常にですねその安全性にもこう考慮しているっていうところ、こういうところも感じましたし、やっぱりねそのボルボならではのそのものづくり車づくりっていうところも生かされていて、まあ、走りにもですねその丁寧さが現れていると同時に強大なトルク、そして十分な航続距離ということでですね、まあ、商品力もバッチリといったところでしょうか。まあ、すでにですねサブスクリプションで、まあ、限定で発売されて、その後に一般販売も始まってますけれども、まあ、これこそですね本当に、まあ、あの感度の高い皆さんの心をギュッと掴むんじゃないかなと、商品力の高さをすごく感じました。というわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。Whether spiked or sparkling, you make me.